ザ・シンフォニーホールホームページをご覧の皆様、こんにちは。16年の2月23日火曜日11時から開催されますザ・シンフォニーホールシンフォニーブランチコンサートのボリューム6に出演いたします佐紀明弘と申します。今回のプログラムは、まず自分の中でとても大切にしている作曲家のベートーベン、このソナタの中から月光を弾かせていただきます。続いて、5人のこれまでの出演者の皆様全員がお弾きになられてきたショパンから、ノクターンを3曲、落ち着いた演奏をしたいと思っています。続いて、CM などでも、多く取り上げられておりますリストのラッカンパネラ、これを、華やかに演奏させていただき、ドビュッシーの月の光、これは最初のベートーベンの月光を弾くということもちょっと意識してプログラムに入れたんですが、しっとりと演奏したいと思っています。そして最後に、リストが、モーツァルトのオペラドンジョバンニからモチーフを、持ってきまして、非常に、技術的にも音楽的にも華やかに、当時の、ビルトウォーゾの最高潮の、曲でありますドンジョバンニの回想という作品を、お聴きいただこうと思っております。このザ・シンフォニーホールは、大変音の美しい、素晴らしい、聴いていてうっとりとするような空間のホールですので、どのような、作品を聴いてもよく、隅々まで音も聞こえますし、また、ダイナミックな演奏、あるいは本当に小さなピアノの演奏も、全て美しく、演奏することができる、演奏家にとっても、お聞きになる皆さんにとっても非常に心地の良い時間に、なると思います。まだまだ若手で、ひよっこの私ですけれども、持てる限りのアイデアと、心と、そしてまあ自分の持つ技術を駆使して、できる限りの、最高の演奏をお届けしたいと思っていますので、どうぞ、皆様のお越しをお待ちしております。よろしくお願いいたします。